目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。出発しますよ。待ってよ。
ご安心を。私の姿は宝大様にしか見えないようになっておりますので。まあそのようなものです。分かったなら運命の相手を求めて校内をうろつきましょう。今さら何を言っていますか。女の子を昇天させて回るのですから、やることは不審者そのものですよ。納得していただけたようですね。それでは出発です。目的地を目指しましょう。では先に進みましょう。さあ頑張っていきましょう。ところビビッと来る方は見当たりませんね。ああでもきっと大丈夫ですよ。統計によれば運命の相手は学生時代に出会うのが 50% と最も多いのです。待ちなさい。逃がさない。このあなた、道を開けなさい。もう、あなたのせいで取り逃がしちゃったじゃない。あ、宝大。二人とも、大丈夫？今のが悪魔です。
弟。あなた、悪魔が見えるの？高台様は天使の矢の影響で眼力が強化されているため、普段見えない悪魔も見えるようになっているのです。しかし彼女の口ぶり、彼女にも悪魔が見えている。それに、じー、なるほど、ここに悪魔見えてる。やっぱり見えるのね。そう、東大にも悪魔が。そうなのね。ねえ宝台、驚かずに聞いてほしいんだけど、私たちの家は代々悪魔ハンターをやっている家系なの。私ももちろんマヤも悪魔ハンターなの。なるほど、噂には聞いたことがあります。そういった才能を持って生まれ、それを生業とする人間の一族が稀にあると。フェロモンが聞いていないのも、おそらくは悪魔ハンターとしての血筋の力なのでしょう。私の姿までは見えていないようですが、人間にしてはなかなかの力を持っているようですね。悪魔ハンターは危険な仕事、普通の人たちを巻き込むわけにはいかないわ。うちのしきたり、本家で修行してた。家族以外との連絡も禁止。教えられなくてごめんね。それはあなたに悪魔ハンターのこと嗅ぎ回られたくなかったの。見えるってことは悪魔ハンターの素質があるのかもしれないわ。ねえ宝台、今日一日私たちを手伝ってみない？そしたらゆくゆくは一緒におしどり悪魔ハンターとして。ひよっているのですか。お二人に嫌われていたわけではなかったのでしょう。先ほどはああ言いましたが、運命を自分以外の手で決められて、あなたは満足しますか？胸に手を当てて考えてみてください。あなたが本当に好きなのは、愛しているのはどなたですか？もういい、もう知らない。宝台なんてどっか行っちゃえ。しのぶちゃん待って、宝に困ったことあったら言って、できること協力するから。じゃあね。宝台様、ここはズバッと覚悟を決めて、運命を自分の手で選び取るのです。ルートを選んでください。マヤ様にするんですか？マヤ様にする、しのぶ様を選ぶのです。わかりました。それがあなたの意思ならば。何よ、私は悪魔を追わなくちゃいけないんだから、どっか行ってよ。この
エリート天使である私にお任せください。ダダッコさんはドキドキフィールドの力で強引に黙らせてしまいましょう。暴力ではありません。これは天使の力、愛の御業です。つべこべ言わずに覚悟をお決めください。それでは行きますよ。ドキドキフィールド展開。ショットは愛の弾丸、程よい刺激で好感度アップです。もう何するのよ。これは何なの。砲台から異様なオーラを感じるわ。力の化身、拒絶の意志、心の壁が具現化したものです。砲台、説明して。これは一体どういうこと。あなたが科学の実験をするのよ。砲台がおかしい。これってもしかして悪魔の仕業？違います。何言ってるの。天使様がこんな意味不明なことするわけないじゃない。そうよ、だから私が手伝ってって言った時も様子がおかしかったのね。ひよっちゃっただけですもんね。こうしちゃいられない。あの悪魔、一刻も早く魔界へ送り返さなきゃ。いい？砲台、あなたのことは私が助ける。悪魔なんかに負けちゃダメなんだから。よりにもよってなかなか面倒くさい方を選ばれましたね。